Thank you.
か2曲目あのね、お客さんから結構一番、ね、意外とリクエストが多かった曲をやりたいと思います。シャイン。この部屋の中で恋を奪い
Thank you.
そう、ちょっと震災の後ね、なんか、まあ、ちょっとなんか友人もお客さんもね、向こうの方にいたりして結構辛い思いしてるっていうのを、まあ、知ってたんで、どうしたもんかなって、まだまだみんな大変だよねと思って、でもこう妊婦になって落ち着けないからね、私ゆっくりしてないのに、なんかできることないかなと思って、それでそうだと思って、お客さんがね結構あのセブンイチコードと、あの今さっきやってたね、あのデモテープの曲なんかが、あのテープが劣化しちゃって聴けないんだけどって、よくみんながねこうメールくれてたのね。でそれを思い出して、あ、じゃあ CD にしちゃえばいいんじゃないって思って、それであの昔のメンバーにもみんなに声をかけて、どうだろうと、でそれを、CD にして、売れた分の収益を、まあここって決めないで、その時に一番、まあ、あのまあちょっと私の独断と偏見なんですけど、あの、まあ、役に立ったらいいなみたいなところに、寄付をしたらどうって、誰も損しないし、あの得しかないんじゃないって言ったら、もう本当にあのさっきのセブンイチコードもそうだけど、このめぐむもみんなやろうやろうって協力してくれて、そうね、ここにいないけどサムスモの時のギターのタクちゃんもみんな、やってくれて、みんなで作り上げた、あのというかそうね、リマスタリングして、マスタリングして、でめぐむも新しい曲を入れて、作ったCD です。それがね、その、1回目はね、オペレーションブレッシングジャパンっていうところに、最初が11万円ぐらい寄付できたんですよ、うん、それでみんな買ってくれたんで本当ありがとうございます。そのお金を、そこに寄付して、そこの、福島の、ね、子供たちが、ね、あの移動するバスがないっていうことで、その バスプロジェクトってところにあの寄付しました。でも、ね、私疑い深いすごい嫌なおばちゃんなんであの寄付された側の、子羊幼稚園っていうところが最初に一台寄付されたんですよ。そこに電話をして、園長先生に本当に助かってるんですかってあのその、ね、お金の一部ちょっと私たちみんなで、みんなが CD 買ってくれたお金で寄付したんですけど、本当に助かってますって、うん、あの確認をすごい失礼だなと思ったんですけど、したらね、ものすごい助かってるって言ってくれて、あのそれをいろんな話を2時間ぐらい電話で、初対面なのね、どこの馬の骨か分かんない私にいろんな話をしてくれて、あのもしよかったら、ね、まあ、あの歌いに来てくださいとか、あのまたよかったらそういう活動してもらえたら嬉しいですって言ってくれたんですよ、はい、あの本当にね、あのその時、あ、よかったって思って、お腹をこうスリスリしながらっていう思い出があります。本当にあの多分ここにいる人たち、たくさん買ってくれてる人いるの分かってるんで、本当にあのこの場を借りて、本当に感謝してます。ありがとう、みんなありがとう、うん、その後もちょっと熊本にあの、ね、ちょうどあれだったんで、次は熊本に寄付したりしましたけど、まあまあ、この後もまだ売ってる限り続けていこうとは思ってます、ね。まあ、でもそういうあの気持ちだけというか、あの身の丈で、私はこんなこと言ったら申し訳ないんですけど、身の丈でできることをって思ってます。続かないからね、うん、それでっていうより、あのそのまま通り過ぎるっていうことだけはやっぱしちゃいけないなってすごい思ってて、てか人間だから忘れちゃうでしょ、ね、目の前のことでいっぱいいっぱいだし、毎日忙しいし、そうだけど、あのそう、あのどっかに引っ掛けておきたいっていう気持ちがいつでもあります、うん、そう通り過ぎないこと、そういう気持ちで自分にいつも言い聞かせてるんですけど、サムズモの時に、そんな曲を確か歌ってたなと思って、優しさの意味をという曲を聴いてください。
大丈夫じゃない。お客さん大丈夫？大丈夫？大丈夫？お前だよね。はい。俺だけ多分メンバー紹介されてないんですよ。ちょっとそろそろいいですか？このまましないっていう気もあるけどね。いやじゃあ分かりましたよ。全然思ってなかったそれ。ごめんね。ベースの小梶隆之ボツです。よろしく。ありがとうございました。終わりかよ。まあまあまあ。でこの4人でね。初めて作った曲をじゃあやりたいと思います。Take it away。Die Luft
あ、正直言うとさっきちょっと一瞬クラッとしたけどね。ちょっとクラッとしたやばいと思ったけど、いやいける、あのじゃあね、セキララトーク続きに、あのあごめんね、全然いいんだけど、あのサムスモールホープをやっていた話がちょっと多いね今日ね。でもなんか語らないとね、こう今を語れないので話しちゃうんだけど、ちょうどフルアルバム作ったのが私が26か7ぐらいの時だったんですね。その時ツアーとかね、全国に行かせてもらったり、ね、呼んでもらって、そこで知り合ったお客さん今ここにたくさんいると思うんですけど、そう、でもね、でレコーディングしてライブやってっていう日々が、まあ、幸せだったんですけど、まあ本当のことというか自分の中のことを本当初めて言うけど、人前で歌を歌うということすらもう考えてなかったから本当はね、いやお前何言ってんだよっていうぐらいめっちゃ歌ってんだけど今でも本当にただ本当に曲を作ったり音楽を聴いたりするのが大好きなだけで、家でこううーんってやってるだけでもよかったぐらい本当にそういう人間だったんです。そうでもなんかをきっかけにいろんな人が聴いてくれるようになって、それでどんどんこうね、いろんな人の前で歌うやることになって、で正直ちょっと戸惑ってる時期もありまして、うん、でもね、すごいその時に出会った人たちに元気もらいましたとか元気出ましたとかね、うん、ボロボロ泣きながら明日も頑張れるなんて言ってもらって、であそうみたいな、そうしたらなんか逆に皆さんにこう元気いただくようになって、あなんか私やれるぞみたいな感じで、多分ここまで来たかなって思います。多分ね、昔ねこう若い時は本当人と話すのもままならないぐらいちょっと、そんな感じだったのに、ここまでちょっと行き過ぎちゃった感は皆さんのわけかなとちょっとやりすぎたかなと思ってますけど、本当にうん、その時の、まあ、葛藤というものは実際ありましたね。ただとにかくそれでも結果すごく幸せだなっていうというか、ありがたいという気持ちしか本当になくて、あるかもしれない27という曲を聴いてください。
日が多いところがあったの。来た、一番しんどいやつ来た。坂道を駆け上がるその先に見える道へ、止まらないことの音でしまって、ましたし、もう本当お客さんもね大好きだったし、みんなね、いや嘘じゃないの、本当一人一人とゆっくり話したいぐらい本当にみんなありがとう。ありがとうね。皆さんのために最後に、歌います。グリーンマインドを聴いてください。Love.
Yeah.